ポール・オーン・ドーフは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。フロリーダ州ブランドン出身。ボディビルダー顔負けの北へ抜かれた肉体を武器に、NWA、WWE、WCW など各団体でトップスターとして活躍した。ミスター・ワンダフルのニックネームでも知られる。日本では、その鋼のような肉体から、鋼鉄男の異名を付けられた。タンパ大学時代は、 アメリカンフットボールで活動。NFL のオークランドレーダースで活躍したジョン、マツザックのチームメイトであり、オールパーパスヤードで2000ヤードを獲得21タッチダウンを挙げた。卒業後、1973年の NFL ドラフト12順全体289位でニューオーリンズセインツに指名されたが、NFL への出場機会を得ることはできず。 カンザスシティチーフスでも出場を目指したが果たせなかった。1975年には NFL の対抗リーグであったワールドフットボールリーグのジャクソンビルシャークスでプレーしている。その後、地元のフロリダに戻って広松田のコーチを受け、1976年にプロレスラーとしてデビュー。デビュー後は南部エリアを中心に活動、1977年5月29日に テネシー州メンフィスでジェリーローラーから NWA 南部ヘビー級王座を1978年5月29日にはトライステート地区でアーニーラットから NWA 北米ヘビー級王座をダッシュしているその後はジムクロケットジュニアの管理する NWA ミッドアトランティック地区に参戦1978年12月26日ジミースヌーカと組んで バロン・フォンらしく・ラシクグレッグ・バレンタインを破り、同地区認定の NWA 世界タッグ王座を獲得した。1979年10月には、ロンフラーが主催していた、アラバマの CCW にて、タンパ大学時代の名優ディックスレーターと組み、NWA サウスイースタンタッグ王者にもなっている。1980年代に入ると、トライステート地区の後継プロモーションである。 ビル・ワットのムズイを主戦場に1981年7月4日にジェイク・ロバーツからミッド・サウス北米ヘビー級王座を奪取以降も同王座をめぐりテッド・デビアス、ディック・マードック、マイク・ジョージ、ボブ・ルー・プラと構想した1982年からはジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングに進出バズ・ソイヤー、スーパー・デストロイヤー マスクドスーパースター、トミー・リッチラを破り、同地区認定のナショナルヘビー級王座を4回に渡って獲得するなど、次期 NWA 世界ヘビー級王者の有力候補に挙げられた。1983年末に WWF へ引き抜かれ、ミスター・ワンダフルのニックネームでナルシシスト系のヒールとして活躍。1984年よりスタートした。 WWF の全米振興の重要メンバーとなり、ロディ・パイパー、カウボーイ・ボブ・オートンと悪役トリオを結成する。1985年3月31日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われたレッスルマニア第一回大会のメインイベントでは、パイパーとのコンビで、ハルク・ホーガンミスター・ティーと対戦した。その後、この試合の結果が元で、パイパーと仲間割れして、 ベビーフェイスに転向旧敵、ホーガンのタッグパートナーとなる。その抜群のルックスで、女性ファンからの絶大な支持を獲得し、WWF ナ、no. ンバー2のポジションについた。しかし、ホーガン人気への嫉妬心からの裏切りというストーリーの、元再びヒールに戻り、ボビー・ザ・ブレイン・ヒーナンを、新しいマネージャーにホーガンとの構想を再開する。特に、 1986年8月28日にカナダ・オンタリオ州トロントのエキシビションスタジアムにて7万4千人の大観衆を集めて開催されたザビックイベントのメイン戦や1987年1月3日のサタデー・ナイトメインイベントで行われたスチールケージマッチは WWE 史に残る試合として知られている。 1987年中盤より再度ベビーフェイスとなり、旧マネージャーのヒーナンがマネージメントするリクルードなど、構想。同年11月26日に行われた第1回、サバイバーシリーズでは、旧敵のホーガン、バンバンビガロ、ドン・ムラコ、ケン・パテラとチームを結成したが、過酷な全米サーキットを通して、首を痛めたこともあり、徐々にフェードアウト。 WWF 離脱後は1988年のセミレタイヤを経て1990年に WCW に登場するも短期間で退団。その後は散発的にジムコルネットの SMW などのインディー団体に上がった。1993年より WCW に復帰し空位となっていた WCW 世界 TV 王座を獲得したか、 WWF 時代の後輩、プリティ・ポール・ローマとのタッグチーム、プリティ・ワンダフルでも活躍。1994年7月17日に、カクタス・ジャックケビン・サリバン、同年10月23日にザ・パトリオットマーカス・バグウェルを破り、WCW 世界タッグ王座を2回ダッシュしている。首の怪我の悪化により1995年に引退してからは、若手育成期間。 WCW パワープラントの教官を務める一方、ロードエージェントとしても活動し、極東担当を任されていたこともある。2010年日本には1980年代、WWF りする以前に新日本プロレスに4回参戦した。1980年10月の初来日時は、長州寺からや藤並辰美から勝利を収め、アントニオ猪木ともシングルマッチで対戦。 シンマジュは全日本プロレスに転出したスタン・ハンセンの後釜候補にアドリアン・アドニスと彼の名を挙げていた。しかし、2回目の来日となる1983年4月21日、倉前国技館にて、前田明のヨーロッパ外戦帰国初戦の相手を務め、フライングニールキック、リバースアームソルトの連続技に敗退。試合後、首を押さえながら、レフェリーに、なぜ、 あんな危険な技を使わせるのか、と抗議する一幕も見られた。同年7月の来日時の再戦でも、前田のジャンピングにアタックを食らっての、エプロンカウントアウト負けをキスするなど、前田の売り出しアングルに一役買ったものの、アメリカマットでのスケジュールが多忙だったことや、敗戦によるイメージの悪化からチャンスを与えられる、機会がなくなったこともあり、新日本プロレスには定着しなかった。 1984年に前田が WWF をサーキットした際には親身になって面倒を見ていたという。1995年に WCW で IWGP ヘビー級王座をかけてグレート・ムッタと対戦したことがあるが新日本プロレス非公認であったため公式にはタイトルマッチとして扱われていない。またエージェント時代の2000年には 無タの WCW サーキットをプロデュースした。2005年には1980年代の WWF における功績から WWE 伝道に迎えられている。インダクターはかつてのマネージャーであるヒーナンが務めた。2014年8月11日、WWE の RAW で行われた、ホーガンの誕生日、祝賀会にフレアパイパー、ジーン・ウォーカーランド、ジミー・ハート、 ケビン・ラッシュ、スコット・ホールらと共に、ホーガンとゆかりのあるレジェンドの一人として、ゲスト出演、観客の声援を煽ったり、ディーバにキスを求めたりなど、王子と変わらぬパフォーマンスを見せた。NWA ・ミッド・アメリカ・ NWA ・トライ・ステート、ミッド・サウス・レスリング・アソシエーション・ミッド・アトランティック、チャンピオンシップ・レスリング・サウス・イースタン・チャンピオンシップ、レスリング・ジョージア・チャンピオンシップ・レスリング・ワールド、 チャンピオンシップレスリングアールドレスリングエンターテインメントインディーありがとうございます。